隊の助けにござりまする。トームと申しまする。武将の方々をお助けするため、出陣の戦様を東へ西へ。我ら縁の下の力持ち、名古屋おもてなし武将隊、陣笠隊、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。これよりは我ら名古屋おもてなし武将隊の演武の時、はい、本日我ら名古屋おもてなし武将隊はおもてなし演武月替わり大目的として、はい、毎月武将様方をお一人主軸として毎月その演武をやってまいったわけだ。今月は誰じゃ。豊臣秀吉様。いやー、今月はこの9月いっぱい豊臣秀吉様を主軸に駆け抜けてまいったちゅうわけでござる。助けさん、助けさん、秀吉様いらっしゃらんけ。え、そうじゃった。この度は豊臣秀吉様、この秀吉様、秀吉様、織田信長様、そして徳川家康様のいわゆる織田徳川連合軍がこの援軍を無事に追われるようにどこかで今戦ってくださっておる。まるで金ヶ崎の時の戦のように。金ヶ崎の戦い、あの1570年元気元年金ヶ崎城に入った織田信長様のもとに当たり仲間さ裏切りの方が、これより天教は一変、織田信長様は撤退を余儀なくされた、あの金ヶ崎の戦いか。いい顔してくれたけども、さよ、その丁寧な説明ありがとうございます。驚いているような丁寧な説明ありがとうございます。その通り、今この演武を織田徳川連合軍が無事に終われるようにどこかで戦ってくださっておる。果たして秀吉様はその戦を戦い抜き、この演武が終わるまでにここへたどり着けるのか、もうご期待ということで、秀吉様が間に合うかどうか、皆様ご武運を願うために勝ち取り上げてまいりましょうか。はい、えいえいおえいえいおえいえいおと三度拳を掲げてまいります。皆様、秀吉様が間に合うように、上げてまいりますので、右手の拳ご準備くださいませ。でよっ、あ、似ておるだけか。違う違う。では私が勝ち取り者それと申しましたら参りましょう。では参りまする。みんなの者、勝ち取り者それ。えいえいおーえいえいおーえいえいおー、ありがとうございます。この風習が本日は現役という戦国の生きる皆様方にたくさんの覚悟、ありったけの勇気を精神誠意お届けする所存でございます。世は太平だよ、その暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。殿様は400年前戦国の世と何も変わりませぬ、故に刀とは呼びがえ。次郎三郎、ここはどこじゃ。駅様にござります。ここは桶狭間か。違います。ここは三方ヶ原だ。違います。助け、ここは長城か。違います。相馬、ここは関ヶ原か。違います。ではどこじゃ。湯本の国、令和の世の合戦場にございます。であるか、面白い矢野の出陣じゃ。福を超え、あまたの大戦を駆け抜ける真の戦国覇者にして、名古屋城築城者、徳川家康。さあ皆の者、我が築城せし名古屋城へようまいった。互いに大きな拍手をいたすがよい。もっと大きな拍手か。さすれば拍手の間に秀吉殿が戻ってくるやもしれない。それがいい、共に。ここで大きな拍手じゃ。
太平に吹きつき初代の幕府将軍皆の者、またそのわしが尾張名古屋海軍の徳川家康。天下不武を掲げし男は光を放つ。その光は新しき世の明け物か、それとも全てを焼き尽く光芒か。第六天魔王織田信長。下天の内を比べれば夢幻のこと、再び勝負を滅せぬもののあるべき、わしが第六天魔王織田信長である。皆の者、勝利の前祝いじゃ。勝ちの旗を上げろ。はっ。名古屋とここに集まりし南野の明るい未来を願って、勝ちの旗じゃ。それえいえい、えいえい、ああ、えいえい、ああ、我らはここによみがえる。我らはこの時代を生きる皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから、我らはここによみがえる。どんなことが起こったとしても、共に苦しもうではないか、共に悩もうではないか、共に喜ぼうではないか、共に楽しもうではないか、共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊、参る。武将隊が掲げる物の風月間のうち、こたびの題目は豊臣秀吉殿じゃ。秀吉殿はこの日の本を作るべく、低い位から頂点の位まで駆け上がった大人物である。
家臣の中でもやはり特別な存在であったろうか、織田信長殿。どうであろうな、同じように競わせておったからな、その中で頭角を現したことには間違いはないわな。なるほどなるほど。ではいざ頭角を現したのはいつであるか教えていただいてもよろしゅうござるか。いつであるか、それはやはりあの須の又の一夜城というのを知った足が身の攻め、いわゆる今の言う岐阜だな。岐阜を攻める際に攻めあぐれており、その出城要塞を一夜にして築いたというあの戦いから、あやつが足軽大将となり多くの者を指揮するようになった。なるほど。そしてその他にもやはり秀吉殿が命を落として織田軍を救い、我が徳川をも窮地から救ったかの金ヶ崎の軒口もその一つでございますな。ああほうじゃな。秀吉殿をぜひ、殿である信長殿からお声掛けいただくのはどうであろうか。みんな秀吉殿がやってまいるやもしれんぞ。こたびの援軍も敵軍の横やり入らず無事に終えた。これはしんがりを務めた青木城のおかげか。秀吉、おるならば入ってまいれ。あーということで秀吉殿ご到着でござる。ずいぶんと疲れもなく綺麗な顔されておりました秀吉殿。いやー疲れました。あ、実は実は疲れました。いつもより整ったもん。それは気のせいでございます。そうか。あ、お主がしんがりを務めたおかげでこの演舞が取り行えた栄王じゃ。こたびのしんがりも実は大将は池田恒興と明智光秀ではなかろうな。いやー実は拙者でございます。さようか。しかしお主は足軽大将、武将ではなく大将ということ、足軽大将ということは人より前線に立って戦うということじゃ。その難しいしんがりという戦を生きて帰ってこれるはお前の器量あったればのこそじゃ。はい、である。ありがとうございます。さあということで無事豊臣秀吉殿が参られた。ぜひ集まりし者たちに一言よろしくお頼み申す。皆しもわしのためによく集まってくれた。ありがとうさんじゃ。こちらのおかげで武士らが集まってくれたおかげで無事わしここに来ることができた。誠にありがとうさんじゃ。拍手。いや秀吉殿、ご主君があったりもこそですぞ。あ、長さはそういうところです。すぐに忘れる。ありがとうございます。しかも秀吉殿が戻ってこなければこの者たち集まっておったとしても全然もう何誰もいないときはーって帰ってくるだけでござるぞ。それはそれで、それはそれで、それはそれでやってみとか。マジ何の気配を察した。私は暑かっただけ。首が早うございました。さあということで秀吉殿無事にご帰還じゃ。素晴らしい。さあそして帰還の方でもな、おそらく随分と手助けをしてくれた我が徳川の忍びの者たちも出てまいるがよい。この者たちにも大きな拍手じゃ。嵐、実は金ヶ崎の軒口の、まあ、三人もの西徳川家康はな、多くの者たちに救われた。実はわしも参戦しておったが秀吉殿の輝きにはかなわなんだということですな。そうじゃな。さあその秀吉殿を含めた輝き、ぜひとも皆手元のからくりカメラなるもの、スマホなるもので収めるがよい。写真撮影の儀じゃ。では参る。いざ開始じゃ。5つ4つ3つ2つ1つしまいじゃ。では秀吉殿こちら右手側よろしくお頼み申す。1つ3つ4つ5つしまいじゃ。そして続き左手側もよろしくお頼み申す。1つ2つ4つ5つしまいじゃ。腕の者を用を収めた。では忍者隊前へ。この後は、この後
12時まで、ありがとうございます。12時までおもてなし港移し絵は鳥取、またはな、共に先ほど忍者体操を踊ってくれたものわっぱ、ぜひなわしらのところまで来てくださりませの。褒美を取らせるでな、忍者隊大義であった孫。信長殿、愛と共に申した。はい、分かった。我は名古屋おもてなし所だが、このうち一旦退陣、午後1時よりおもてなしと愛なるがゆえに、それまで存分にこの名古屋城を最後まで楽しんでまいれ。また会おう、さらばじゃ。それでは改めて席を立つ前に身の回りを確認していただき、忘れ物がなきようお願いいたします。